こんにちは、目黒区の自律神経救世主、久松です。今回はですね、少し前の動画で自律神経を整えるには首の緊張を取るといいよっていうふうにお話ししたんですけども、ご覧になった方から、じゃあ具体的に首の緊張を取るには何をやればいいのということでご質問を受けました。ということで今回は私が一番効果があると思う首の緊張を取る方法をお教えいたします。そのためにはどうするかというと、首が調子が悪いから首をどうにかするというのではなく、首の筋肉を引っ張っているのは実は肩甲骨周り、肩甲骨を緩めるにはどうするかというと、胸の筋肉とこの前腕の内側の筋肉、この2つの筋肉の緊張を取るといいんですよ。それを取っていく方法なんですけども、例えば姿勢がこのようになってきて、現代人は手がこう内側に入ってくる場合を、パソコンやったり書き物したりとか、そうなんで家のことをやるとこういう形になる時多いんですけども、そうなってくるとこの胸の筋肉と前腕の内側が硬くなっちゃうんですよ。それを伸ばす方法をお教えします。非常にやり方シンプルです。まず手のひらを、壁につけます。指先が下に向くようにしてください。そして肘を伸ばして、私これ肘あんまり良くないんで肘伸びないんですけども、肘伸ばしましょう。できれば水平ぐらいの高さがいいです。つけたらこの肩を前に出します。そして、右手をやってる場合左側を向いちゃいましょう。そうすると前腕の内側から胸にかけてかなりテンションがかかります。人によってはすごくこれがきつい場合があると思います。そしたらこの高さを少し下げましょう。下げると若干楽になります。できる人は水平の高さでやるようにしてみてください。そして、肩を前に出して、右手の場合は左側、左手の場合は右側を向きます。これを時間にして1分やりましょう。終わったら反対側もやります。反対も同じようにやります。これをやることにより、前腕から胸にかけての緊張が取れて首の状態が改善されていきます。これを1日2回から3回ぐらい、自律神経の乱れがあると思っている方、もしくは首こりがある方、肩こりがある方、やってみてください。それをやることにより、あなたの不調は改善されていきます。そしてその時に大事なことは、痛いのを無理してやらないようにしてください。痛いのを我慢して強引にやってしまうと、脳が攻撃されたと勘違いして逆効果になることがあります。痛いのは絶対無理しないように、痛くないな、伸びてるな、きたきたっていうレベルでやるようにしてみてくださいということですね。ぜひ、自律神経を整えるため、首周り肩周りの緊張をとって、回復させるため、ぜひぜひ早速今日から取り組んでみてください。またこれをやってもですね、まだ取りきれない場合は、やはり自律神経を整える専門の、ところで処置をしていただいた方がいいと思いますので、専門家に、任せてみた方がいいと思います。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。